小中学生の皆さん、夏休みの自由研究の課題困っていませんか？夏休みも中盤、でもまだまだこれからです。でも何を研究したらいいのか、何を作ったらいいのか、そんなお悩みありますよね。ここ調布市にはそんな時に強い味方になる存在があります。例えばここ武者小路実篤記念館です。それではいつも展示紹介でお世話になっている学芸員の佐藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの実篤記念館では夏は特に小中学生に向けた学びのサポートを行われているんですよね。はい、夏休み期間中の中学生以下のお子さんたちに向けて、調べ学習ができたりとか、あと簡単な工作ができるメニューを用意しています。例えば、しおり作りであったりとか、ジグソーパズルで実篤の絵を見るといったプログラムがたくさんあります。そうなんですね。それはとても頼もしい存在ですね。明治から昭和にかけて文学、美術、思想、演劇と幅広い分野で業績を残した武者小路実篤。友情、おめでたき人など武者小路実篤が書いた小説は読書感想文の課題図書になったり、メディアに取り上げられたり、現代も変わらず人々を魅了し続けています。実篤は90歳で亡くなるまで20年間を調布の地で過ごしました。実篤は常に生命の美しさと不思議さを見つめ、自然の中であるがまま思い切って生きるものに美を見出し、書画や文章を通して描いてきました。佐藤さん、こちらが自由研究サポートの受付ですね。はい、この奥で受付をしています。このお部屋、本がたくさんあると思うんですが、実篤に関する本だったり、調布に関する本だったり、そういったもので調べ学習をしていただけます。この館内で学べる全てのことを含めて調べ学習という企画をされているんですね。そうですね、たくさん調べていろいろ学んでいただきたいなと思っています。そして持ち帰りできる、アイテムとして、はい、この解説シートを、用意しています。これは私たちが、毎年3号ずつ作っているんですが、子どもたちにも分かりやすい言葉と、あと絵とか写真とかで実篤についていろいろと紹介をしています。そしてこちらが楽しみながら体験できるメニューということですね。まずはこちらから紹介していただけますか？はい、ジグソーパズルというふうに言っていまして、はい、実篤の油絵を、100ピースのジグソーパズルにしました。そしてこちらの台紙に、組み立てていって、楽しむことができます。こちらの見本はこの伊豆風景が完成形ということですよね。はい、そうです。はい、静岡の伊豆に行った時に実篤が描いた絵で、青空とあと山の風景が子どもたちにもとても人気の作品の一つです。そして続いては前の方にあるこちらについてご紹介いただけますか？はい、これは暑中見舞いはがきを描こうということで、実は塗り絵になっています。塗り絵なんですね。はい、元のはがきがこちらになっていて、一人一枚好きな絵柄を選ぶことができます。で、自由に塗っていただいても構いませんし、この原本となった絵が、実際展示室に飾ってあるので、本物を見に行って本物っぽく塗ってもいいかなと思います。実際に本物がこちらに展示があるということで、見ながら塗るっていうのもまた新鮮ですよね。本物を見ながら。そうですね、夏のお便りにぴったりかなというふうに思っています。続いてはこちらです。これは何ですか？はい、かつて調布市で使われていたマンホールの蓋で実篤の絵柄になっているものです。これがどういった形でその研究というか自由研究のサポートにつながるんでしょうか？はい、この絵柄の凸凹、を和紙に拓本に取ります。はい、こちらなんですが、これですね。はい、こんなに綺麗に写るんですね。そうなんです。マンホールの蓋の上に和紙を乗せて、その上から墨でポン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 叩くと、このように凸凹がくっきりと浮かび上がってきます。
子どもたちは実際にこの体験をしてどんな感想を持たれてるんですか？はい、最初はポンポンする間に何も形が見えてこないんですけれども、だんだん形が見えてくるとおーすごいというふうな声をいつも聞いています。子どもたちの満足度もすごく高いです。では実際に私も塗り絵体験をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。私はこの4枚の中から一つ選べるということですよね？そうですね。これなんかおすすめなんですけどいかがですか？お、これは山ですか？風景のように見えますけれども、はい、そうです、山と道の風景です。これが佐藤さんおすすめの1枚ということなのでこれに決めたいと思います。ちょっと私中学生時代美術部だったという画伯の端くれだと自分で思ってますのでちょっと期待に添えるように頑張ります。これ富士山ではないですよね？富士山ではないで ではないですよね、はい、サヌーツが想像で、はい、描いた山です。あ、これ想像の絵なんですか？そうなんです。サネアツは、想像で絵を描くことっていうのが基本的にはできなかったんですけど、はい、この絵柄だけ想像で山とあと道を描いています。あ、これだけ想像の絵なんですか？そうなんです、実際にあれですよね、うん、本物を見ながら同じ色で塗るっていうのも一つありですよね？そうですね、うん、展示室とこの部屋を行ったり来たりしながら、あ、なるほど、何色だったっけって言いながら汗汗しながら塗っている子たちもいます。おばあちゃんにお便り出すんだとかいうふうに言っていいですよね、はい、確かに一生懸命塗っています。さあさあ今ちょっと田んぼを制作しておりますが道に突入していきたいと思います。すごい補色ですね。補色ですね、確かに一番目立つんじゃないですか？ピカピカしてます。道の色にとってもそうですね、はい、道の色にちょっと個性を出していきました、うん、意志の強さが表れてると思います、はい、意志の強さ表れてますか？佐藤さんにちょっと絵のこのカラーで性格診断をされているようなさあそれでは早速私の塗り絵完成したものをお見せしたいと思います。こちらです。じゃじゃーん。なんとなく緑の山のイメージをしてだんだん手前に行くほどに色が明るくなっていくというような構造にしてみましたが、佐藤さんいかがでしょうか？はい、すごく彩り豊かで素敵な絵になったと思います、はい、ありがとうございます。ちょっとポイントとしては佐藤さんともお話塗り絵しながらさせていただいて、この真ん中の道をちょっと明るめに未来に続いていくようなちょっとチャレンジ精神あふれるオレンジで塗ってみました。私の個性が光る一枚になったかなと思っています。皆さんもぜひこの塗り絵体験体験してみてください。はい、ということで夏休みも中盤に差し掛かりましたが、自由研究に困ったらここサネアツ記念館に来ていただければいろいろな体験ができます。そして佐藤さんもアドバイスをいただいて助けてくれると思いますので、皆さん困ったらこちら武者小路サネアツ記念館に来てみてください。